子供の頃、お父さんがいろんなバンドを聴かせてくれました。でも、私の人生を変えたのは、たった一つのバンドでした。ミオです。こんにちは、ハルミと言います。予告編どうでしたか？結構良くない？で、これはどんなプロジェクトなのかって？ハトは歌う夢を見るは横長フォーマットの漫画です。一度に一章ずつ動画がリリースされます。でも画像が順番に出てくるだけだとつまんないじゃん。いい指摘ですね、ミワちゃん。なのでこの漫画は日本語でアフレコして英語字幕も出ます。すごい、なんか面白そうでしょ。で、この漫画はどんなストーリーなの？この漫画のストーリーはバンドメイドからインスピレーションを受けたものです。つまりこの漫画の登場キャラクターはフィクションです。一部だけバンドメイドの本当の歴史に基づいています。じゃあ全部本当のことだと思っちゃダメってことだね。その通りです。ではそろそろこのプロジェクトのメインキャストをご紹介したいと思います。でもその前に、すべての絵を描いてくれた素晴らしいアーティストのお話を聞こうと思います。はい。ハトは歌う夢を見るの予告編を見ていただきありがとうございます。ヌムです。このプロジェクトに漫画家として参加させていただきました。多くの方々を夢中にさせているバンドメイドの魅力を絵でどう表現するか、バンドメイドを知っている人にはもちろん、知らない人にも伝わるように楽しみながら描かせてもらっています。今後ともハトは歌う夢を見るをよろしくお願いいたします。ヌムさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではハトは歌う夢を見るのメインキャストです。皆さんこんにちは。自己紹介をしていただけますか？アカネの声を担当するユリカです。こんにちは、カナミ役を演じます国分明です。こんにちは、ミホです。ミサの声を担当します。よろしくお願いします。こんにちは、佐伯役を務めます高島ゆりと申します。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ミク役のメイニャンです。どうぞよろしく。では始まりましょう。さあ、では予告編について話しましょうぽ。最初これがどんなプロジェクトか知らなかったんだぽ。だからどんな感じかわからなかったけどぽ、予告編を見た瞬間すごいテンション上がったっぽ。そうだね、私もテンション上がった。バンドメイドのこと知らなかったんですけど、コンセプトがすごくかっこよくて可愛いと思いました。知らなかった。私も同じく。待て待て、このプロジェクトに参加するまで誰もバンドメイドのこと知らなかったっぽ。そうみたい。私たちここで何やってるんだろう。恥ずかしいっぽね。でも今こうやって集まってこれから頑張るっぽね。そうだよ、うん、頑張りましょう。予告編のイラストめっちゃ可愛い、うん、そうだっぽ。
予告編の話をしたんだっぽもう忘れたのかやめてっぽゴマトモイラストがすごい可愛いと思ったっぽ、うん、かっこよくて可愛いよね。そうですね。このプロジェクトに日本人アーティストがたくさん関わってるって知ってびっくりしちゃった、うん、そうなの？どのくらい？わからないけどさ、声優が14人いるみたいだっぽ。すごい、いっぱいだね。そんなにたくさんいるんです ね。それはすごいな、うん、うわワクワクする。本当、もうすでに最近に思い入れがあるから、うん、今後の脚本を早く読んで声を当てたくて。今やってるこれみたいに？そう、でもストーリーの方。あ、なるほど。私もかなみさんのアフレコ楽しみです、うんうんうん、絵がすごくかわいい。小バトも頑張るぽ。私も、うん、ミサはまだ一言も話してないけどぽ。いつも通りだね。もう完全にキャラになりきってるぽね。無言に決まってるでしょ、私はプロだよみんなミサみたいにプロになれるよ、頑張ろうミサを倒すぞ。え、ミサを倒すぽ？あのミサよりもっとプロに徹したいってこと。ミサをどつきたいのかと思ったっぽ。違う違う、そういう意味じゃなくてすごい焦ったっぽ。ごめんなさい、私は大丈夫。あ、大丈夫っぽじゃあミサ、予告編はどうだった？予告編の音楽とリズムが良かった。そうだったっぽね、うん、音楽のこと話してなかったですね。だね、うん、リズムに合わせて切り替わるところが良かったぽ。あとキャラクターがすごく可愛かったもうその話はしたよ、うん、一番気に入ったのは？迷う、選べないな、うん、本当。でもやっぱりキャラクター全員とタイトルが出てくるエンディングかな、うん、キャラがよく出てるし、私またお酒飲んでるしでも今回はジュースを飲んでるんだっぽね。ずっと若い頃だからね。そう、うん、そうだっぽ。バンドミードになる前だからすごい若いんだっぽ、うん、私はバナナ食べてるしそうだっぽ。私は予告編で2回も寝てます漫画の中でもまた寝るのかなそのうちわかるっぽ。1本目の動画楽しみだな。楽しみ。おばともだっぽ、うん、1本目の動画についてですかっぽ。お、はい、情報がありますっぽ。なになに？鳩は歌う夢を見る第1章は、うんうん、11月26日に公開ですぽ。わーすごい、パチパチパチ。はい、そしてその日には別のイベントがありますぽ。あーそうだ、横浜アリーナ公演。そうだ、でも動画は日本では11月27日に公開されますぽ。あ、そうなの？そうだっぽ。中ヨーロッパ時間で11月26日公開だっぽ、うん、日本時間では11月27日午前7時。お、楽しみ。ワクワクする。そうね。さて皆様、あっという間ですが、この特別編もお別れのお時間ですぽ。はい。ご視聴ありがとうございましたぽ。そしてこの鳩は歌う夢を見る、どんどんコンテンツが出るので、ごうご期待ぽ。ありがとうございました。よろしくお願いします。バイバイ。Wait, this is not over yet. I still have to explain how to support this project. You have two options to help us. Both of them are available in the pinned comment or in the description of the video. The first option is to donate money via PayPal. For any amount,Your name or nickname will be added to the credits of each video made for this project. From $75, we will send you a t-shirt with the design of your choice between different designs. With a donation of $135 and more, you will get a second t-shirt and a third from $175. If you want more t-shirts, please contact us directly. The second option,is to donate monthly or yearly on Patreon. Special tiers are available to support this project. For the $15 tier called Barefoot Assassin, your name or nickname will be added to the credits of each video. But that's not all. If you stick with this tier for 6 months, we will send you a t-shirt with the design of your choice. For the $30 called Coffee Princess, you will get two acrylic key holders of your choice between different designs.
After 3 months, you will get a t-shirt with a design of your choice. And finally, the $50 tier Ice Queen. You will get 5 acrylic key holders of your choice and an exclusive 1 week early access to the next video. After 2 months, you will get a t-shirt with the design of your choice. Our t-shirts will be made in organic cotton. Take a look at the rough drawings of the designs we are working on. There will be a community post inviting your feedback very soon. Thank you for watching and supporting The Pigeon Who Dreams of Singing. Stay tuned for more information about this amazing project.